それでは今日はこのコーナーからございます。はい、午後のひとときをね、音楽を楽しんでいただきましょう。ミュージックオフィスのコーナーでございます。素敵なゲストの方をお迎えしています。はい、ウクライナの歌姫オクサーナ・ステパニックさんです。まずは美しい歌声をお聴きください。忘れてたようなね、ございますと言ってくださるんですけども、日本はどれぐらいいらっしゃるんですか。
日本に4年ぐらい住んでいます、うん、でも今年から1月11日から日本語を勉強を始めました、うん、だからまだまだです、うん、10ヶ月ぐらいです、勉強しています。上手ですね、まだまだです、ね、日本はどうですか。日本はとっても大好きです、うん、本当に日本はいつも冬は夏を、うんうん、四季がね、四季が、うんうん、本当に綺麗です。ウクライナの四季はどうですか。冬はマイナス30度ドキドキがありますので、少し寒い、冬は12月から大体2月まで、あるのになります。なんか綺麗な国なんでしょうね。ねえ、そうですね、はい、さあ今までのこの音楽活動、日本での活動も教えてほしいんですけども。はい、日本には北海道とか九州とか大阪とか京都などを歌を歌います。いろんなところに行ってらっしゃるんですね。はい、そうです。はい、さてじゃあその京都でもね、はい、コンサートが行われました、うん、こちらをご覧ください。京都東山区にある東大寺、豊臣秀吉とその妻ねねのお寺としても知られています。建物、そして見事な庭園が広がるこの東大寺を舞台に、奥沢さんの美しい歌声が響くコンサートが行われました。さあ奥沢さん、この京都でのコンサート雰囲気いかがでしたか。とても素晴らしかった、うん、はい、お寺だもんね。お寺ですよね、またこの歌声はお寺と合ってマッチしてますよね。はい、そうです。京都は私はとても大好きです、うん、京都のお寺はとても見るとき気持ちがとてもいい気持ちになります、うん、この日もじゃあ気持ちよく歌いましたか。はい、そうですね、関わるからいつも歌います。あ来ているお客さんの反応とかはどうでしたか。お客様はその時喜んでくださいました。拍手も温かいし、本当に心から私の歌を聴きました。とても幸せになりました。このたくさん弦が、ね、あるバンドラの音色と奥沢さんの歌声がこのお寺の中にね響いて、はい、こちらそうで、うん、歌ってらっしゃる。あ、この曲はもしかしてあの曲でございますね。はい、千の数になって、うん、とっても素晴らしい、うん、いろんな曲を演奏したり歌ったりされたんですか。その時は、うん、クラシックから、はい、日本の歌をウクライナ民謡を歌いました。そうなんだ、なんか京都のお寺で歌ってくださってもなんかいいね、ね、文化がこう混ざってるような感じですね。そうですね、日本と日本がこう一緒になったっていう感じですよね。さて今後の活動もちょっとお聞きしたいんですけども、はい、今後のいろいろとコンサート、うん、これからの予定はクリスマスコンサートをします、うん、あ、クリスマスの季節なんですね。そうですね、はい、クリスマスシーズンですから、うん、そうですよね、はい、クリスマスコンサートがいろいろと開かれるということです。はい、東京や埼玉なのでご覧のところでクリスマスコンサートが開かれます。12月1日、そしてこちら青山ですね。詳しくはですね、ホームページなどをご覧いただきたいと思います。クリスマスにね、彼女の歌声を聴けば本当に素敵な、なんか癒されますね、クリスマスは味わえそうだよね。ぜひ皆さんこちらに問い合わせしてみてくださいね、チェックしてみてください。はい、さあそれでは最後にメッセージをお願いしたいんですけども、はい、はい、日本語では少し難しいですから、はい、英語で話します、はい、お聞きくださいませ。 My dream, I want to make people happy through my song, through my heart, and I want peoplebecome peaceful and become happy through my song, and I always want to sing from my heart, and please when you listen my voice, I know you will feel
very beautiful feeling。じゃあ通訳させていただきます、はい、あの私は私の音楽、私の声、私の心で皆さんを幸せにしたいと思っているんです。なので私は一生懸命心から歌って皆さんが少しでも幸せな気持ちを感じてくださったらと思っておりますので、どうぞ私の声、私の音楽を聴いてください。そして皆さんは私のコンサート、はい、ぜひいらしてくださいませ。はい、もう本当に天使の歌声、そうです ね、素敵な歌も今日もありがとうございました。はい、奥沢さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。